こんにちは。スーパー GT500 クラスカーナンバー17京浜リアグレーシングを応援する京浜ブルーナビゲーター2020のエミリです。今日はたくさんの質問もいただきましたので元気いっぱい答えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私はレースクイーンをやっている時以外はイベントなどで MC や司会業、ナレーションなどを普段やらせていただいているんですけれども、残念ながらレース同様そういったイベントのお仕事も今お休みが続いちゃっている状況なので、ほとんど毎日お家で過ごしています。お家の中では、ただダラダラしてるだけじゃなくて結構お仕事もオンラインでやっていたりしています。京浜のホームページのモータースポーツページで私がナビゲーターを務めている KBN チャンネルという番組があるんですけれども、それの、オンライン座談会とかの台本や質問をスタッフの方と一緒に考えたりその撮影をしたりしているので、お家にいながらも、少しだけ、景品に携わるようなお仕事が、はい、できているようなそんな日々を過ごしております。おうち時間は先ほども申し上げたようにオンライン撮影などをしていますし、それ以外の自分のプライベートな時間では DIY にハマっています。で、今までもうこの外出自粛期間が始まる前からこれ趣味だったんですね。インテリアとかすごく好きで、この見えますかね、色わかりますでしょうか。これ自室なんですけど、もともと白い壁で、この木の枠は茶色で上の棚なんですけど、この茶色だったのが和室の雰囲気がすごく出てて嫌だなと思ったので、これをミントグリーンに変えて白く塗って、これもリメイクシートを貼って洋風な部屋の雰囲気に、変えました。こういう作業がすごく好きで、今はおうち時間がたっぷりとあるのでその範囲を広げて、自分の自室の外の廊下を漆喰で塗ったり、大きいバケツで漆喰買って、これすごい高かったんですけど楽しいんですよ、塗る作業が。あとは各部屋の扉ドアにリメイクシートを貼ったりして雰囲気変えたりしてますね。結構集中して作業をやっているとあっという間に時間が過ぎるので、もしご興味ある方がいたら DIY すごく楽しくておすすめな趣味ですので、ぜひチャレンジしてみてください。京浜のレースクイーンとして光栄なことに今年で3年目を迎えるんですけれども、私がやっている京浜ブルーナビゲーター、通称 KBN というお仕事は、レースクイーンの活動に加えてスポンサー様やチームの魅力をファンの皆さんに伝える MC レポーターという役割を担っています。なのでこの過去2年間で自分が身をもって感じてきたこと、学んできたことを今年は自分の言葉でしっかりと力強くファンの皆さんに伝えていけるように頑張りたいなともちろん思っていますし、サーキットで実際に私に会ったらこう、あ、エミリちゃんだーと、安心感を感じてもらえるような存在になれたらいいなと思っておりますので、一瞬一瞬を楽しみながら、活動を楽しみながら、そういったポイントを意識して精一杯過ごしていきたいと思っております。これはチームを応援してくださるファンの皆さんの多さだと思います。京浜リアルレーシングのスポンサーである京浜さんはスーパー GT のレースが行われるサーキットの各地、スポーツランドスゴー、鈴鹿サーキット、ツインリンクモテギ、海外線のタイのチャンインターナショナルサーキット、この各地に
拠点を持っているんですけれども、その関係でそこでレースが行われるときは数千人単位の大応援団の皆さんが応援に駆けつけてくださるんですよ。その迫力も本当にすごいんですけれども、実際にドライバーのお二人と、あと金石克友監督と一緒にレースクイーンも応援席に訪問に行くんですけれども、そこで受ける歓声のあったかさ、そして熱量はですね、3年間やっていても毎回鳥肌が立つほど感動いたします。なので自分が、あ、このチームのレースクイーンでよかったなって誇りに思う瞬間はそういう場面ですし、はい、数の多さなら負けないと思います。おすすめの楽しみ方たくさんあるんですけれども、私はグリッドウォークに参加することをおすすめしたいです。グリッドウォークってレース直前に行われるものなので、ご参加されたことある方はご存知かもしれませんが、スタートドライバーを担当されるドライバーさんの表情とかすごく間近で見ることができると思うんですけど、すごい集中してる姿、あんなに近くで見る機会ってなかなかないと思うんですよ。なのでまずそこも貴重な体験ができると思いますし、あとは監督さん、エンジニアさん、メカニックさんがこの後のレースどういう風に戦っていこうっていう話し合いをしているような場面にもしかしたら遭遇することもできるかもしれませんし、とにかくさあいよいよレースが始まるぞっていうその直前の心地いいピリッとした緊張感を関係者だけじゃなくてお客さんも味わうことができるスーパー GT のグリッドウォークならではの魅力っていうのがあるので、ぜひスーパー GT を、現地で見に来る機会があればグリッドウォークに参加されることをおすすめします。今年の4月に京浜のホームページのモータースポーツページがリニューアルされたんですけれども、こちらのページでは京浜リアルレーシングはもちろん、京浜がサポートする他カテゴリーの各チームの最新情報や選手、監督からのメッセージ動画、あとオフショット写真など見どころ盛りだくさんのコンテンツが随時更新されております。さらにレースが開幕しましたらその各チームのレースレポートも更新されていきますので、京浜ファンの方だけでなくモータースポーツを愛する皆さんに絶対楽しんでもらえるような、そんなホームページになっています。ぜひ皆さん見てみてください。いつも応援してくださる皆さん、スーパー GT を愛する皆さん、お元気でしょうか。こうしてなかなか皆さんに会えない日々が続くと寂しさ、恋しさが募ってきますし、当たり前のように会えていた日々が懐かしいなぁなんて、切なくなる瞬間もあるんですけれども、今はね、みんなでぐっと一緒に耐えて、また安心して安全に会える状況になった時は、このぐっと耐えていた時の気持ちをババッと発散していただき、レースが開幕した時はみんなで一緒に最高の笑顔で楽しみましょう。その時までどうぞくれぐれも健康に気をつけていただき、お元気にお過ごしください。皆さんに会えるその日を心から楽しみにしています。Stay healthy!
皆さんこんにちは。埼玉トヨペットグリーンブレイブを応援する埼玉トヨペットサポーターズの遠間すずです。今回ご質問をいただいたということで早速お答えしていきたいと思います。最近は SNS でチャレンジ動画をアップしたり、埼玉トヨペットさんやタックルベリーさんの公式 YouTube で動画を配信したりしています。こういう時期なのでなかなか皆さんと直接お会いするということは叶いませんが、画面を通して一人じゃないんだなと少しでも明るい気持ちになっていただけると嬉しいなと思います。今まで全然しなかったんですけど、最近はゲームにハマっていて、動物の森が流行っていると思うんですけど、私はガーデンスケープというおじさんと庭を作るゲームを楽しんでいます。動物の森ならぬおじさんの庭にハマっています。あとはパソコンを勉強したいなと思っていて、やろうかなと思っています。今年は埼玉トヨペットグリーンブレイブに復帰して3年目ということもあってリーダーを任されました。今年の埼玉トヨペットグリーンブレイブはマシンもドライバーさんもレースクイーンもデビュー揃いということで、リーダーの名に恥じないように今まで以上にしっかりとチームをサポートしていけたらいいなと思っています。縁の下の力持ち的存在を目指しています。間違いなく周りの人に恵まれたなということです。ファンの皆さんはもちろんいつも応援してくださってとっても支えになっています。チームの皆さんも家族みたいに一度卒業してからもずっと気にかけてくださって、声をかけてくださって、またこうやって復帰させていただいて、本当にチームに大切にされているなと感じますし、また私もチームのことを大切に思っていて、そんなチームでレースクイーンをできるということが私の誇りです。これは私もサーキットのイメージガールをやっていて思ったんですけど、サーキットって本当にあっちでもこっちでもたくさんいろんなイベントがやっていて楽しみきれないくらいたくさんあるんですけど、レースクイーンの方々は皆さんブログをやっていて、こういった食べ物が美味しいとかチームのこういうところに注目してほしいっていうのを書いていたりするので、そういった皆さんの推しの推しを楽しむのはどうかなと思います。とブログを見たよって、面白かったよっていう風に声かけていただけるととっても嬉しいので、レースクイーンの皆さんに声をかける話のネタにして、仲良くなってみてはいかがでしょうか。埼玉トヨペットグリーンブレイブでは毎週土曜日に YouTube を更新していまして、モータースポーツロスの皆さんに情報を届けようということで皆さんの質問に答えています。質問は埼玉トヨペットグリーンブレイブの公式インスタグラムで募集していますので、皆さんぜひご質問してください。レースがなかなか始まらない退屈な日々が続いているかなと思うんですけれども、皆さん体には本当に注意していただいて、レースが始まったら 100% 元気で楽しめるように体調管理しっかりしてください。サーキットで元気にお会いしましょう。ありがとうございました。